はい、どうも皆さん、トライアングルです。の前にちょっと急げー、レイドが始まる。今回ですね、チェーンソーマンのあのキャラクターが追加、来週を開いて、大丈夫だよね、まだやってるよね。ちょうど今レイドが始まったから、ちょっととりあえず入ってから説明します。なんとレイドにですね、チェーンソーマン、まあデンジですね、が追加されましたので、ちょっと今から挑んでみたいと思います。これかっこよくない？チェーンソーマン、これ買おうかな。そしてギアビブスよ、まああの五条先生なんだけど、いやこれでいいのか、ちょっと待って、参加これか。あーでもチェーンソーマンじゃない可能性も、ぜあー始まっちゃったやんチェーンソーマン、いやできれば半分でデンジ当たるのっていうことかな。まあ無理そうだったらもう一回、ちょっと10分間開いてるから、そうだね、もう一回ぐらい多分チャレンジできると思うんで挑みます。あの抜けずにね、ちゃんとあの違ったらクリアして、迷惑かかっちゃうから、まあで迷惑かかるってわけではないと思うんだけど。さあ来たー、これよ、ちょっとまず見学タイムよ。あダメだ、叩かないと迷惑になる。これ超巨大チェーンソーマン、ちょっと早く見せたいんだが、待って、技がヤバすぎるんだが、なんだ、何がどうなってんだこれ、なんだやばい、どこ行った？いた。ちょ、他の方の多分技かな？いや、これチェーンソーマンの技か。いや、他の人の技ってそれ見えないはずだよね、あんまり。おそらく。うわ、かっけー！ほら！見てみな、いや、ちゃんと戦わないと。ちゃんと戦って。でも見したいな、これ。あの、別にね、僕が頑張ったところでほとんどあの、スズメの涙だし、倒すことはまず不可能だと思うから、他の方は自分のダメージがポイントになるからね。そんなにまあ、あのぼーっと見てても迷惑にはならないんだけど、僕のポイントがね低いだけだから、基本的に個人競技っぽいんだよこれ。てか、おおすごい、今ギアビブスルフィのマーク出たよ、かっこいい。てか何がなんだかわけわかめ、ちょっと待って、何、なんでこれは、多分これは多分あれだよ、チェーンソーマンの技だよな、デンジ君の技だよな、おそらく。うわー、ちょっと遠くから見てますよこれ。いやでも他の技も一応あるのか。いやーすげえ、ちょっと見えない、何にも見えねえ、こんな見えないもん、ずっと技打ってんじゃん、えぐいて。ちょ、早く技終わってくれねえか、痛ーい。あれからですね、もう頑張ってなんとかチェーンソーマン映したかったんですけど、ずっと結局時間終わるまでね、ちょっとうまく映せなかったので、もうこうなったら仕方ないと。このドケチのトライアングルさんですが、買うしかなかろうということで課金してまいりました。はい、課金してまいりましたので、チェーンソーマン自体は買えません。これね、でも買うかガチで悩む。ロブロックス結構ガチでまたやってくつもりではあるからさ、この2体買いたいんだよ、はっきり言うと。合計1万円しますね5000円で1体ぐらいゲットできるって考えるとね、1万円なんですけど、でも僕にはこれがあるんです。はい、見た目だけでもね、技も正直変えたい。これでもさ、これチェーンソーついてくんのかね、頭だけかね、これ。できればチェーンソーもつけてほしいんだが、あの、巨大な、技の時で、まあ、とりあえず買うか。はい。これで、見た目を、変えることができるんですけど、これ多分、どうかな、見た目、手はさ、うわぁ、長え長くねえか。手はなんか、あの、巨大な、あの、ねえ、その、のところでは、巨大な、デンジだったら、かっこいい。なんか、手にもチェーンソー生えてたんだけど、これはちょっと残念ながら生えてないですね。じゃあ、これせっかくなんで、もう一個、ちょっと、ガチャ引いちゃう。ペットガチャ引くか、これ。引くか、これ。0.8% で、来るぞ。いや、でもね、どっちがいいかな、ギアビブスか、チェーンソーマン。いや、こっち欲しいよな。じゃ、ルフィ狙おう。0.8。あ、しかも、片栗もいるじゃん。あ、こっちは片栗一緒か。じゃあ、これ行きましょう。一回だけです。行きます！おりゃ！どー！え？レジェンド？来たー！レイド、え？え？
帰るよね。もうゲットしたんだよね。これゲットしたってことだよね。待て待て、ペットだよな。やったー、アップグレードしよう、アップグレード。はい。え、選択したペットは全て削除する経験値。やだ、何、え、違うの、装備、はい、装備してアップグレード。何、ね、え、何これ、選択、オッケーオッケー、これでこうすればいいんだ。オッケーオッケー、これレベル3、煉獄さん残しとく、アップグレードだよね。よーし、で、ちゃんと やっとこう。プレイヤーの攻撃力をダメージとして与える。やった、カタクリゲットしたよ。カタクリの、あー、いた、神引きやん、やば、え、レジェンド来たんだけど。え、ちょっと待って、え、待って、ちょっともう一回見ていい、ギアフィブスルビーと全く一緒の確率だよ。 0.8、 やば、やった。え、じゃあちょっと待って、ボスピードレイド今なんだ、五条先生のあれ出てくるんだよね。ちょ、やってみるか、これせっかくだから。キャラクター、何のキャラクターが出てくるかちょっと楽しみですね。いきます、はい、これでいきますか。各キャラクター1体ずつこれでいきます。やった、マジでガチ神引きじゃん。え、前ね、その10回ぐらい、いや5回か、5回ぐらいやったんだよ。全部30何パーセントだった、確か 0. 点何パーセントは来なかった。イエーイ、やべえ、マジで嬉しい、カタクリで全然嬉しい。さあ、うわー、より1だ。できれば五条先生が良かったか、カタクリ、なんだったら一緒に戦ってくれてもいいんだ。強いなー、やっぱり相変わらず強いな君は。あ、これさ、ハードコアチャレンジしてもいいかな、もう、なんだったら。お、待って、今カタクリ攻撃してくれた。あれ、今攻撃したよね、今パピッて言って、え、攻撃したよね、え、ほらほら攻撃してる。あれ、煉獄さんで攻撃しなかったんだけど、多分追加キャラだから攻撃するようになったのかな、アップデートで。え、マジ、え、どうぞカタクリ攻撃してくれ、攻撃していいよカタクリ。かわいい、かわいすぎるカタクリ。プピッて、プピッてやっていいよ、ほらプピッてやって、攻撃して攻撃して攻撃して、頑張って頑張って頑張って、もっともっと頑張れ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 、カタクリ、いや、さっき持ち出したよね技、うめえ、かっこいいカタクリ、ちっちゃいで、ちっちゃいけど、やめさせていただいて、やめさせていただくわ。よし、ほら撃ってる撃ってる、多分あれだな、時間経過でクールタイムみたいなのがあって、そのクールタイム時間が経つと一発バンって撃つんだ多分。やべやべ、もう死ぬほど嬉しい、これモチベめっちゃ上がったんだけど多分、これやべ、課金してどうしようかな、課金しようかな、でも燃やし生活になるな、あんな2個、まあ、1個でいいんだけどさ、ギアビブスルフィーかチェーンソーマン、まあ、買うとしたら多分ギアビブスルフィーだな、うん、さすがに1個買うってなったら、いやでも2つ欲しいな、使い分けてえな。でレベルを上げて新しいステージにチャレンジしたいんですよ、あのまだ見ぬねステージ。であとはあの呪術、ほら呪術廻戦のあのさ、ステージハードコアにもチャレンジして、そのカードをゲットしたら、よっしゃー、したいんだけどね。いや待って、これカタクリが戦ってくれるってのはかなり大きいでござるよ本当に。はい、というわけで今回は、これチェーンソーマンの、が追加されました。ガチャで、それよりも、ガチャで 0.8% の神引きをしてしもうした、はい、してしもうした、何言ってんだまあちょっとあの今後これちょっとモチベが、あ、間違えた、まあべべばばば、あの今後モチベがかなりちょっと上がってるかと思いますので、結構もしかしたらロブロックスのが増えるかもしれない。俺スピードレード、あ、そっか、僕ずっとこれゲットしてるの、今回これ出なかったんだ1個も。一応こういう感じで出てますね。わあ、シャンクスの出てんのか、これも欲しいな、これが多分一番強いんだろうね。このキャ、このこういう系のスピードレイド系のキャラクターは強いんですよね。課金で、あ、でも一応課金では買えるのか。ボスラッシュのが買えないんだよね確か。このさ、ボスラッシュ、
これのキャラクターが地道に買わないといけないんだよね、確か。だから国志望まであとちょっと全然あとちょっとじゃないけど、課金で買えないから結構これ貴重だと思うんで、頑張ってこれ国志望まで頑張ってあげます。はい、ちなみにこれガチャで 0. 何パーセントで当てました。確か、あ違う、ガチャじゃないな、ボスラッシュの景品で出たんだよ確か。このこれこれ 0.12%、 0.8% じゃなくて 0.12%、 確か1回目か2回目でゲットしたんだよ確かね。まあそれをちょっと何回もちょっとボスラッシュもやっていこうかな。ちょっとガチでちょっと狙っていくか、ちょっとやっていくか。はい、まあというわけで、今回は、巨大なチェーンソーマンが登場、さらに、ガチャで 0.8% のレジェンドを当ててしまったワンピースのカタクリです。そして多分戦ってくれそうなので、今後大活躍してくれることでしょう。そう思うとやっぱりギアフィウスルフィのペット欲しいな。いやー、お金が足りんじゃあ皆さんお疲れ様でした。じゃあバイバイ。